ドルニエドゥー H アメリカ海軍によりテストされる WP-1 ドルニエドゥー H ファルケはクラウディウスドルニエにより設計されドルニエ社で製造されたドイツのタンザ戦闘機である。当時としては先進的な設計であり、ライト WP-1 としてアメリカ海軍で評価試験にかけられたが量産はされなかった。ドルニエ社は1920年代初めに 前代戦時のチェッペリン・リンダウ・ディアインに似た設計を元にした試作戦闘機の設計を開始した。本機は主翼が胴体の上の4本の短い支柱の上に据えられており、平凡な型持ち式水平尾翼と固定式の恐り型硬着装置を持つ全金属製の型持ち式高翼単容器であった。パイロットは主翼公園の後ろにある開放式コックピットに座り、 機種にイイススパノスイザ製エンジンジを搭載していたドイツでの軍用機の製造規制を回避するために2機がドルニエ社のスイスにある子会社で3機がイタリアの SDCMP で製造された1922年11月1日に初飛行を行ったが量産には入れなかったファルケの中の1機は1923年に261 キロワットの BMW IV 型12、気筒エンジンを搭載した、水蒸気のドルニエゼファルケに改装された。一機のファルケは、エンジンを自社で、ライセンス生産したライト必須、H-3 エンジンに換装した、ライトエアロノーティカル社の手によりアメリカ合衆国へ持ち込まれ、ライト WP-1 として、アメリカ海軍により評価された。性能は良好であったが、 海軍の要求に対して、太陽戦闘機は、先進的すぎると判断された。出展、ザイラストレーテッドエンサイクロペディア・オブ・エアクラフト、1985、オルビス・パブリッシング、ページ1480、初言性能。ありがとうございます。